さて、えー、プログラミングの学習方法についてのお話ですが、えー、どうすれば効率よく学習をすることができるでしょうか。えー、まずはですね、えー、ひたすらプログラムのコードを打ち込みまくることですね。まずは書き写し。まあ、これをですね、えー、習字などの場合は写経といいますが、えー、プログラミングの場合もですね、他の人が作ったプログラムのコードを、 た、えー、ただひすすら打ち込んで覚えますまずは文法プログラムの書き方を覚えましょうそうするとこの時はこう打ち込むというのを指が覚えるようになりますまず最初は他の人のコードをひたすら打ち込みます書いて書いて書きまくるということですねで次はどうすればいいでしょうか ある程度文法を覚えたら今度はロジックまあどうプログラムを動かすかというところを学びます何をどう書いたらいいんだっけというまあプログラムを書く力考える力を養っていくというのが次の段階になりますロジックというのはですねまずは自分の扱える母国語で考えます 例えば、えー、簡単なプログラムの例になるんですけれども、まあ、じゃんけんのプログラムみたいなものを作ってみようとじゃんけんの手を出力してくれるプログラムを作ることとしますこの時に、まあ、必要な要素は何でしょうかと,というところをまずは母国語で考えて書き出してみるということをします、えー、自分の場合は、まあ、日本語ですのでまず日本語として 必要な要な素をを書き出ししてみるとということをしますまず最初にじゃんけんの手を用意してじゃんけんの手を決めますで最後にじゃんけんの手を出力すると。ということでじゃんけんの手を出力してくれるプログラムが完成するということになりますね。あとはこれを、えー、実際のプログラムコードに直します。 実際ににで、えー、コードを書いいてみるるととこんなな感じになるかと思いま,す、はい、まずはですね、日本語で考えてそれをプログラムに置き換えます。というのをさまざまなケースで繰り返します。そうすることで何を書けばいいか分からないというところが次第に解消されていくということになるかと思います。 そして何よりも重要なことというのはですね、プログラミングで大事なことというのは、問題を解決する力を養うということですね。プログラミングの学習工程では、さまざまな問題が発生します。プログラムでは、コードの打ち込み間違いをはじめ、エラーというものがすごくたくさん発生します。はじめは知らないことが多くて、 このエラをどう回避すれば次に進むことができるのかっていうのがわからない状態だと思いますそれを乗り越える力どうすればよいのかを考える力を養うのがプログラミングでは最も重要な課題となります私としてはプログラム言語自体はそこまで難しいものではないと考えています でプログラミングというかプログラムのですね基本原則というものがありましてこれ3つしかないんですね入力計算出力プログラムというものはこの3つしか行われませんあまり複雑なことをするものではないんですねなのでこの原則きっちり覚えていただければですねプログラミング自体もそれほど難しいことではない なないといととうことになりますまずは、えー、プログラミングが難しそうという概念を捨てて、えー、プログラミングすごい簡単で誰でもできるということを頭に置いてあれば、えー、比較的楽に学習が進められるのではないでしょうか。えー、学習方法についてはですね、えー、いろんな方法がありますので、えー、正解は一つとは限りません。まずは一つ参考になる方法を試してみましょう。 えー、それがダメなら他の方法を選ぶのも自由です。えー、つまずく部分があればですね、えー、適キお答えいたしますので、コメントお願いいたします。はい、まずは、えー、プログラミングの大原則ですね、これを忘れないことを覚えておいておください。で、まあ、最後になりますが、えー、学習、いい学習方法として、その他にまに、あ、アプリを作ってみたりですね。 いいメンターを見つけたりまずは一冊分厚い参考書籍を手に取ってみるとで最後覚えたことをどんどんアウトプットしていくということですねこれをやっていくとプログラミングがすごく身につきやすくなると思いますそれでは